エルサ大丈夫か。どれ、少し遊んでやろうか。来るがよい、マカロフの子らよ。燃えてきたぞ、ハーデス。こっちは全力出してんだぞ。待て、跡形もなく消滅しおったか。たわいもない。相変わらずややこしいな。てか、なんで服だけ落ちてんだ。緊急事態でしたので、ご本人のみをお守りしました。妖精に尻尾はあるのかないのかの謎、故に永遠の冒険。恨むならマカロフを恨め。やめ、うん、なくさせ。こやつ、マカロフの血族か。情けねえな、揃いも揃ってボロ雑巾みてえな格好しやがって。だな。くだらんな、弱者の言い訳に聞こえるぞ。準備運動はもう良いだろう。かかってこい。これはアマテラス式の綺麗。バカだと。つかった。おやおや、どうしたね。大口を叩いた割には膝をつくのが早すぎるではない。だがそれもここまで。ウヌはもう消えよう。ごちそうさま。俺の全魔力だ。運の魔力、夏に炎と雷の融合、雷炎竜100倍返しだ。雷を食べちゃったの。やった。大した若造どもだ。やられたのは何十年ぶりかの。ウナには特別に見せて死んぜよ。波動の深淵。波動の深淵、 なんという魔力だ。この深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。ゼレフ賞第4章12節より、裏魔法エメシス。第一体が、なんて絶望的な魔力の塊。夏だったら次はどうする。強くなれ、立ち向かうんだ。弾がいれば恐怖はない。そうだね、夏。踊れ、スクレの悪魔。
魔法が効かぬのか。ありえん。私の魔法は。土くれの悪魔たちが消えていく。元通りになっている。魔力が元に戻っていく。行け、フェアリーテイラー。無用にまね、天竜の直撃。バックライジング。天狼寺が元に戻って島の加護が。門中の身でありながら天狼島に足を踏み入れるとは。うるせえジジイだな。マスター落ち着いて。そんなボロボロで俺に勝てるとでも思ってんの。ああ、余裕だね。今の俺はライジオ。マカロフ、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。フェアリーテイルは自由と共に生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。